株式会社を設立。さらに戦後我が国初の輸出化型ロケット1960年代に開発、潜水艦おやしおも進水しました。またオートバイの生産を始まり、技術のグローバル化を推進させました。そして1940年代、川崎重工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 、川